コーンウォール公爵夫人、カミラ、旧名、カミラ・パーカー・ボールズ、1947年7月17日体は、イギリスの王族、王太子である、ウェールズ公、チャールズの5歳、2005年4月に再婚した。称号は、ウェールズ公妃、コーンウォール公爵夫人、ロスシー公爵夫人、チェスター伯爵夫人、継承は殿下。カミラは、元英国陸軍将校で、 ワイン賞に転職したブルース・シャンド陸軍少佐と、その妻ロザリンド・モードの間の長女として1947年7月17日に、ロンドン・サザーク区にある、キングス・カレッジ・ロンドンの病院で誕生した。出生名は、カミラ・ローズマリー・シャンドという、イングランド南東部イースト・サセックス州、ブライトンと隣り合うルイスのプランクトンで育ち、ついで、ロンドン市内ケンジントン・クサウス・ケンジントンの三階建ての、 家に越した。ダイアナ妃の実母フランセスは、スペンサー伯爵と離婚後、シャンド家のピーター・シャンドキッドと再婚している。1972年、カミラが初恋の相手であった、この液状騎兵隊隊員で、社交界の人気者、アンドルー・パーカー・ボールズと交際している時アンドルーの友人である、チャールズ王大使と出会った。チャールズは、 ホロと狩猟という共通の趣味を持つカミラを深く愛するようになったが、結婚の申し込みを引き延ばしたため、カミラはアンドルーと結婚した。しかし、結婚後もチャールズとの関係が続いた。カミラとアンドルーの間には1974年に長男トム、1979年に長女ローランが誕生したが、1995年に離婚している。一方、 チャールズは1981年にダイアナ・スペンサーと結婚したが、カミラとの関係は解消されなかった。そして、チャールズとカミラ両者とも互いに、既婚で不倫関係を保ち、これが原因で、チャールズとダイアナの夫婦関係は極度に悪化した。1990年代初めには、チャールズとカミラの携帯電話での会話を録音した音声テープが暴露され、 二人の秘密の関係は公然と知られるようになった。チャールズとダイアナは1982年に長男ウィリアム王子、1984年に次男ヘンリー王子を授かるが、1992年に別居、1996年に正式離婚している。ダイアナが1997年8月31日にパリで交通事故死した後、チャールズとカミラは、 公然と交際するようになり、公式行事にも二人で出席し始めた。しかし、死後も冷めることのないダイアナ人気の根強さと、カミライコール愛人というイメージから、訪問各国の首脳陣はともかく、その国の国民から歓迎されることは少なく、帰れ、と罵られるか、無視されるかがほとんどであった。ヨハネ・パウロ二世の葬儀のために一日遅れとなった年月日。 チャールズ王太子とカミラ夫人は出会いから三十数年の時を経てついに結婚した。二人はまずウィンザー城下のギルドホールで宗教色のない形で式を挙げている。参列者はウィリアム王子、ヘンリー王子、カミラ夫人の子供たちなど近親者が三十数人で彼らの見守る中約二十分で終了した。ギルドホールの周囲には 二人を祝おうと二万人以上の人々が集まった。その後、彼らはウィンザー城の成城寺チャペルへと移動し、エリザベス二世女王、エディンバラ公、フィリップの他国内外の要人約八百人の参列者が見守る中、全カンタベリー大主教の祝福を受けて、二人は正式に夫婦として認められた。挙式後、ウィンザー城内で女王主催の披露宴が催された。 二人は当日スコットランドのバルモラール上近郊のバークホールへ向かい、コ務ムとハネムーンを兼ねた旅行を行っている。2007年8月31日に行われたダイアナの没後10周年の式典を欠席することを5日前の同年同月26日に発表した。ウィリアム王子とヘンリー王子からの出席の要請を受け当初は出席への意向を示していたが、 式典の目的から注意をそらす可能性があるとの懸念から出席を取りやめたという、欠席に落胆しつつも、夫人の尊厳に理解を示す報道を行ったメディアもあった。また、王室電気作家のペニー・ジュノーは10年の月日の中で国民は夫人の人柄を知り、夫人に対する見方を変えたと指摘している。一部のコメンテーターは地元紙で夫人を 追悼式典に招待したのは、夫人を再び好ましくない存在として際立たせようと、する意図があったと述べた。結婚と同時に、カミラはチャールズが持つ多くの称号に対応する、夫人としての称号を自動的に与えられた。すなわち、カミラの結婚後の称号は、である。これまでの慣習に従えば、カミラの故障は、ハーロイヤルハイネスザ・プリンセス・オブ・ウェールズとなる、はずであった。 しかし、彼女は、プリンセス・オブ・ウェールズの称号を故障として用いることを、辞退し、チャールズが保持する称号の一つである、コーンウォール公爵位に基づき、ハー・ロイアル・ハイネス・ザ・ダッチェス・オブ・コーンウォールと名乗ることに、した。これは、プリンセス・オブ・ウェールズとして知られていたダイアナに対する、英国民の根強い敬愛に配慮したものと、考えられている。なお、チャールズのスコットランドにおける故障は、 ヒズロイアルハイネスザ・プリンス・チャールズ、デューク・オブ・ロスシーであることから、カミラもそれに合わせて、スコットランドでは、ハー・ロイアル・ハイネス、ザ・ダッチェス・オブ・ロスシーという名で呼ばれる。これは、古代アナのスコットランドにおける故障と同じである。将来としては、大継承順位第1位のチャールズが、イギリス国王に即位した際にも、ハー・マジェスティ・ザ・クイーンの称号を辞退し、 ハーロイアルハイネス・ザ・プリンセス・コンソートの称号を名乗ると発表された。しかし、英連邦各国の憲法改正などを伴う問題が指摘されている。キングの配偶者である女性が自動的にクイーンと呼ばれないのはイギリス王室史上前例がない。ギボエリザベス二世女王はカミラの王室内での序列を女性王族の中で自分を含めて第4位にすることを決定した。 2012年4月、ロイヤルビクトリア勲章デームグランドクロスを授与された。ありがとうございます。